フエゴは、ルノーが製造、販売していた自動車である。1980年2月発表。ルノー18をベースにしたクーペで、ルノー15、17の後継者。ベースの18同様エンジンは、フロントオーバーハングに縦置きされ、前輪を駆動する。いずれも直列4気筒のエンジンは、当初1.4リットル、1.6リットルのオフ、および2リットルサイチェシーの3機種を搭載。 1982年10月には2.1リットルディーゼルターボ、1983年に1.6リットルターボを設定した。さらに1984から1985年にかけて2.2リットルエンジンが搭載された。サスペンションはこれも18と同様の前が、ダブルウィッシュボーン、あとはサンディインクのリジットで、フエゴではリアにもスタビライザーがついた。 4WD は設定されなかった。デザインについては、ロベール・オプロンが、ルノー遺跡を初めて指揮したものとされる。ハッチゲートを持つサンドア・クーペで、サイドまで回り込んだ大きなガラスハッチを持つ。1980年から1982年までの販売は好調であったが、後に販売台数は減少する。理由としては、電気回路の設計が悪く、よく、ショートを起こし、 最悪の場合は炎上してしまうトラブルがあったからで、ある。1985年、ルノー21の発表とともに、フランスでの生産終了。1986年、スペインでの生産を終了し、アルゼンチンとベネズエラに生産拠点を移管。1992年、南米での生産が終了し、約12年のモデルライフに幕を閉じた。ありがとうございます。